ては偶然でもなく必然だから、あなたがここに来たこと、今を知らない、回り巡り歴史へ揺れる。わかりましたよ。どうせ優子さんにも言われるんだよな。あら、当然の対価だと思うけど。違うのよ。優子さん、戻ってたんですか。願いを叶える店の店主は私よ。あなたはこの店に入ってこられた。つまり、あなたにはこの店が必要だと。俺は同じクラスなんだぞ。毎日一緒にいられるのと月に一度の人間。見たぞ。あ、何をだよ。写真の振り返る女。夢が叶ったわ。ありがとう。ますます変な女かと思っちゃったかしら。そんなことないですよ。だったらまた会えたらお話ししてほしいわ。俺でよかったら。気をつけてって言ったのに、やっぱりなるようになってるわね。はい、何がすか。具合悪いんでしょ。え、どうしておく。ねえって、あんたね、いつまでその髪飾りばっかりなでなでしてるわけ。だってこれはあの人にもらったものだから。はあ、盲目。そんなに好きならまた会いに行けばいいじゃない。そんな理由もないのに行けないよ。嘘。そろそろ。あなたが知ってるでしょ。知ってるけど、綺麗じゃなくてもいい。ええ、それがある場所に案内してくれたらいいわ。そっか。無理しないでね。うん。魂見つけたら、この体は捨てら、あなたも気づいてるんでしょ。いや、でも選んだのは別れたな。そんなに匠に背負ってく傷はどこ。おやすみ。いい夢。